ちらの演技をご覧いただきましょう。こちらに、数枚の紙を用意しました。ここには、子供の頃から皆さんがやったことであるだろうを、簡単なゲームをいろいろ書いてきました。例えばあやとり、トランプ、あみだくじ、しりとり、じゃんけん、丸パスゲーム、ウノ、皆さん一度はやったことあると思います。こちらの紙を使います。あと予言があります。この封筒の中には予言が入っておりますので後ほどお見せいたします。では、ちょっと簡単な、ゲームをしながら一つこちらの、遊び方ですね、これを選んでもらいたいと思います。お客様にもご協力をお願いしたいと思います。そうしましたら、こちらに7枚ありますので、まずお客様に選んでいただきます。並べていきます。これでお互いどのカードにどの遊び方が書いているかは分からないと思います。例えば私がこのように2つ選びます。そうしましたらどちらか1つ選んでいただけますか。そのカードを外していきます。でまた同じように混ぜまして、今度はお客様に2つ選んでいただきます。で、私が、1つを外します。これをちょっと繰り返していきまして、最終的にで私がまた2つカードを取ります。これを外す。これをちょっと繰り返していきましょう。そうですね。じゃあ1を外しましょう。これでお互いに選んでいって、一つのゲームが選ばれました。さまざまある中から選ばれたのは、あ、これ絶対やったことありますね。丸罰ゲーム。実はこの無限の封筒の中には選ばれた遊び方が入っています。ちょっと見てみましょう。あれ、これはトランプですか。しっかりと選ばれた丸罰ゲームが